楽天巨人の今日の3回戦、ピッチャー楽天は塩見、その塩見1回の立ち上がり捕まります。ワンアウト満塁、巨人のチャンスにバッターボックス阿部が入ります。しっかりここはヒットを打ってきました。これで2点を先行します。なおも巨人のチャンスは2アウト2塁3塁です。バッターエドがここでご覧のようなワイルドピッチがありました。これでセカンドランナーまでホームインです。したがってこの1回の表はジャイアンツが4点を取ったということになりました。塩見が4失点です。2回です。ワンアウト2塁、谷です。うまく打ちました。ライトへのタイミーヒット、これがチーム5点目になります。5対0です。今日はチャンスの場面でしっかり打っていきます。なおもワンアウト1塁、そしてバッター坂本、打った瞬間でした。第6号のツーランショット、これでまた追加点です。高く上がった、まあ、綺麗なホームランでした。塩見が打たれます。いつものグータッチ。さあそしてツーアウト1塁3、まだまだチャンスを続いてバッターボックスはエドガーです。これもヒットになりました。これで8点目、1回4点、2回4点、8対0となります。3回にも巨人は1点を取りました。ご覧のような9対0、そして3回裏ツーアウト2塁です。松井のツーベースでチャンスを広げて、さあそして鉄平です。高いバウンド、これがヒットになりました。センターへ抜けました。松井和夫がホームを組んで、ようやくイーグルスは1点を返します。9対1になります。さあそしてこのピッチャーですが、ルーキー武藤が非常にいいところを今日は見せました。5回からマウンドやってパーフェクトに抑えますが、これ6回です。村田、阿部、高橋というところ、村田は三振、そして阿部大きな当たりですがライトフライ、そして高橋三振、これはイーグルスには好材料、見事な武藤の投球でした。9回の表巨人が1点を取って、そして9回裏に入ります。勝てば優勝というこの交流戦、最後もしっかり抑えました。得点は結局10対1という9点差を開いて、交流戦ジャイアンツ初優勝を飾ったという今日の試合でした。見事な勝利です。